わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下手でもないハム太郎でございます。天魔の古城5の魔。正直言って動画撮りたくありません。このクエストは PS 露骨に見えるし、あと単純にむずいし、もう1ミスで負けるし、動画始まんないし、あ、始まった。動画じゃないクエスト。はい、やっていきましょう。で、今回の主役はもちろんアインス。そう、もちろんアインスなんですけど、アインス艦隊で、あ、絶対無理だって判断して、ミスった嘘で、ルナバフかければ3体を編成できるでしょと思ってやってたんですけど、捨て身が抜けれない。データバッターが硬すぎて俺勝てなかった。なんで、この編成でご了承ください。まあ、初手ミスったのはでかいな。まあ、まだ全然リカバリーできるね。うん、頑張れる。ガイドが嬉しいね。いや、こういうおしゃれショットを狙うのは、ピンチの時でいいや。よし、いいね。まあ、こんな感じでね。そう、天魔の5なんですけど、要は、たくさんのキャラに触れてから弱点ぶん殴りましょうねクエストなんですよね。本当にね、技術丸見えくん。やらしいわ。ただ、このクエストもね、上手い人だと本当に反射読んでやったり、二体潰しやってたりしてて、もう神かよっていうね。で、そういう動画に触発されて頑張って見てるんですけど、どんどん自分甘くしてたね。さあ、まあ、慣れて頑張っていきましょう。ねえ、3フルでこの削りだからね、ちょっとやっぱ物足りないね。ただまあ、実際ガチガチで勝てない人とかは、キャラがいない人はアインスにね、まあ同族の過激つけてあげれば、また世界変わってくると思うんで、そんな感じかな。で、ルナはお祈り。どっか倒せ。倒せ。無理か。あー、今回は無理か。さっき倒したんだけどな。この動画撮るのはもう5回目なんで。さっきね、うまい側に跳ねてね、タマちゃん1人倒しました。痛い、火だめがほんと痛いんだけど。入ってない。入ってないか。ブーゲンビリアに全てをかけるしかねえ。ありがてえ。ほんとね、倒せないと始まんないからさ。一体編成はほんと許してくれ。痛いね。そしたらあとは、まあ、タマちゃんだけなら負けることもないっしょ。よし、あと一体。で、まあ、ルーナは、そうだね。特に、やることはないな。短縮かけて、あわよくば倒してくれ、それでラッキー。倒したよ。あ、倒してなかったよ。あー、そっか。バイタルキラー L が切れてたのか。そうだね、ルナってね、火力高いんだけど、バイタルキラー L ありきの火力高さだからね。こうやってちょっと削れちゃってると、キラーが発動しません。残念でしたってなっちゃう。よし。じゃ突破でございますと。まあ、ここでね、SS 貯めて、抜けた方が多分良かったと思うんだけど、動画の尺度もあるんで、サクッと抜けました。失敗したかな。そしたら1手目削りに行きたいね。さ、4P だからこっち削っといてあげ、違う、こっちじゃない、こっちか。頑張っちゃうか。そうだね。もう一人で何言ってんだろう状態だけど。はい。で、あー、どっちこっちもいい削りしてくれた100点だったけど、まあしょうがない。さあ 4P アインスどうするかな。多分ね、1フレとか2フレじゃ下のバハちゃん倒せないから、右2フレでやって、あとはルート運任せ。これ一番良くないね。さっき自分でやった努力を台無しにする一手。そしたらルナはバフかけていきましょう。ワンチャン。
お、下削った。さすがルナ。やっぱルナは優秀だね。この子が腐るとこが見えないもん。よっぽど変なギミックが新しく出ない限りは相当腐らないと思う。さあ、そしたら、こう決めていこう。SS だったらワンチャン倒せんじゃないかな。いや、でもちょっと無駄か。そうだね、やめとこう。あ、ルート見えねえな。いや、撃つわ。いける、いった、オッケー。よし。多分今のはさすがにね、 SS 撃たないと突破できなかったと思ったんで、撃ってよかったと思いました。丸。はい、じゃあボスやっていきましょう。さてさてと、さあこっからはね、本当に魔法陣を持ってるアインスの天下だと私は思ってますから。あ、これブーゲンか。ブーゲンはとりあえず1体でいいや。うん、優秀。届け。うわー、届かない。マジか。とりあえず1体、それが大事。もうね、この編成ね、ひだめ痛いんよね。いや、狙いづらいのはこっちか。あ、届かねえかな。 1,2,3 ちょっと削りも入るから美味しいかもしれん。一挙両得。欲書いた。欲を書いた。ダメだね、やっぱ欲書くとダメだ。ルナバフ乗っかってもやっぱハデスとかみたいにいけないね。そらそうやな、ガチャじゃないもん。さあ、そしたらルナはワンチャンだよね。どっかいい感じに当たれ。おーし、めちゃめちゃ仕事するじゃん。ただ君が活躍しなくてもいいんだけどね。ありがたいんだけどさ、ありがたいんだけど、やりすぎだな。よし、最後の1体ぐらいアインス。よし、 OK。 さあ、これで処理ができました。あとはボスダメージだね。どのぐらい入るか。あと弱点効果アップの継続ターン、まあ、その辺はゲームビデオ見れば書いてあると思うけどね。さあ、いらっしゃいませ。そしたらブーゲンはまあこれでいいや。ついよ、待って、やりすぎた。そりゃルナバフかかってるもんな。いや、火だめがマジ痛いんだけど。少しでもゲージ飛ばしてくれやな。どうだ、どうだ、このダメージ。まことのもののふになれたか、アインス。ゲージどんが飛んでる。うそうだよな、別に君ゲージ飛ばしキャラじゃないしな。ちょい削り、このちょい削りが後に生きると俺は信じたい。よし、回復回復回復、ありがとう。そしたらここの雑魚処理もまたむずいからな。ボス削りはね、ルナバフのおかげである程度楽になったんだけど、ここばっかりはな。バフかかってて1フレで倒せるかっつう話なんだよこれ、ね。1フレで倒せればこのルートでいけそうな感じだけど、え、2手かけるか、多分倒せないけど、え、いけだよねー。でも100点、削りは100点。あとはブーゲンでいけるでしょう。いけんかったら負けるだけ。おー、倒した、よかった。はい、オッケー。
さあ、あとはボスをゴリゴリ削っていきましょう。で、アインスはね、一応、ストライクショットでスピードは上がってるんだよね。だからルートは広く取れるんだけど、ね、角度計算上手い人にとっちゃいい効果なんだろうけど、俺からしたら過激を増してほしかったなって感じ。行ってくれ、頑張るか。とりあえず下からで、いけ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 、いや、いかんかった。ちょっと調子乗ったな、今。バフ切れたか。いや、ラスゲのバフは大事でしょ。残り4ターンなんだよね。いや、かけよう。うん、かけよう。やめよう。ブーゲン SS 使います。ブーゲンの SS 何とかしてもらおう。いや、待って、これワンチャンさ、アインスで弱点効果アップさせます。ブーゲンでぶん殴ります。ダメ出んじゃね？だってもう言ってる場合じゃなくなってきてる。まあ、ルナバフが切れてるからな。SS でこれか。ちょっときついかもしれん。やばいって。やばいってマジで。どんぐらい飛んだ？頼むよ。もう二人の力の合算よ。弱点効果アッププラス SS2 段階目。まあ、ただね、バフはかかってない。おお、持ってってるじゃん。やる。倒せないんかい。そしたらじゃあルナバフしてきますと、頼むよ、触れてくれみんなに。おっと、ブーゲンに触らない。あ、触った、ありがてー。よしよし、で、チョッパー残ってるから HP は大丈夫でしょう。はっ、マジで嘘でしょ。積んだか俺。いや、それたー。しかも倒してね、マジか。残り2って、こんなんじゃ倒せないでしょ。待って、だって次ルナでしょ。
頼む。お、倒した。あーインスありがとう。やるじゃん。全力のアインスは頑張ってくれるって。いや助かった。あとはボス削るだけ。それが難しいんだよね。ただこんだけ削れてるからいけるでしょう。積んでる。よし、まあ回復してくれたと思う。あとはルナバフかかってっからなんとかなると思うんだよね。は？今のダメ？マジか。やばい、嫌な予感がする。こういう時の嫌な予感大体当たんねん。ペンペンさん勘弁してください。何色じゃい。よし終わった。あー疲れた。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。一応アインスのいいところも取れたと思うんで、まあこの動画でいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。天魔の碁は本当に動画にしたくないです。疲れます。あと下手なのバレるのがやだ。バイバイ、ありがとう。